ネギ切るの私は初めて。初めてなんだ。はい、やばい、涙が。涙出る？うん。ちょっと緊張しますね。HKT48 の福岡撮影中。こんにちは。HKT48 の伊原花です。藤野ココハです。今日は子ども食堂の取材に行きます。お、子ども食堂？はい。子ども食堂はですね、うん、NPO や地域のボランティアなどが子どもたちに無料または少額で温かな団らんや食事を提供する場所です。じゃあ子どもが利用できる場所ってことなんですね。いやいやいや、子どもに限らず地域の方も含めて対象としているところや、子どもの学習支援や野菜の収穫などの体験活動に取り組む子ども食堂もあります。でもなんかめっちゃ詳しいね。そう、今日はこのために勉強してきました。すごい。はい、県内の子ども食堂の数は年々と増加していて、お家や学校以外の新たな子どもの居場所として注目されているそうです。そうなんです、はい、なるほど。そう、ということで早速子ども食堂に行ってみましょう。福岡撮影中、西松建設平和寮にやってきました。イエーイ。ここには瑞穂町子ども食堂があります。運営している江上さん、お願いします。こんにちは。こんにちは。今日はカレーライスを作りますので、はい、一緒に作ってもらいたいと思ってます。はい、福岡撮影中、このここの調理を担当している口田です。はい、じゃあこのまず材料を切るところからお願いいたします。はい、あ、こっち押さえたらいい、こっちの手でなるほど。で、普通に、はい、やばい、涙が。涙出る？うん。もうちょっと大きくてもいいよ。綺麗に切れてる。玉ねぎ切るの私は初めて。初めてなんだ。はい、わ、初めての経験。よし、切れました。はい、切れました。ありがとうございます。ちょっと切り方のコツとか、こういう風に切るんだよって教えてもらって、ちゃんと2人でできたので良かったです。はい。思ったより切るのも難しかったです。はい、初めてにしては上手だと思います。よかったです。よかった、ありがとうございます。ちょっと気になったんですけど、こういう食材ってどのように集めてるんですか？あ、普通はですね、あのフードバンク、フードバンク、うん、フードバンクといって、そういうところからいただいて、あとあのご近所の農家さんの寄付で賄ってます。で、今日はのお肉を県の方からいただい、はい、福岡県の、うん、県の方からいただいて、はい、とお米もいただいてます。こういう子ども食堂で料理するのってやりがいとかってあるんですか？うん、子どもたちが喜んでおいしいって言って食べてくれるし、あの普通ちっちゃい子と触れ合うことがあんまりないので、それがまた楽しいですね。なるほど。やっぱりね、あのもう可愛いになるのよね、ちっちゃい子。はい、でみんなこう仲間がね、いろんな人と知り合いになったら途中で会ってこんにちはは言えるし、うん、そういうのがあるから、やっぱり地域みんなで、顔見知りになるっていうのはすごくいいことなのよね。福岡撮影中。はい、参加者の方が来られますので、はい、ここでカレーの注文をもらってください。はい、大きさとかですね、数を聞いて中の調理班にお伝えください。はい、お願いします。はい、初めてのこういうのね、頑張ります。大人2人、子供1人お願いします。はい、わかりました。大人2人、子供1人、大人2人、子供1人で1個ずつお願いします。フルーツポンチを、これが子供、子供用、子供用です。こんにちは。どのぐらい食べる？普通で。子供カレー2つお願いします。はい。初めてぐらいでちょっと緊張しますね。いただきます。カレー、よし、いただきます。かわいい。おいしい？おいしい。おいしい。かわいい。最高。頑張りね。こんなになんかみんな仲良くで、こんないろんな子たちが集まって楽しそうで、なんかこっちも微笑ましくなるというか、なんて言うんだろう、小学生に戻った感じというか、あのもう昼休みみたいな感じで、美味しいし、そのちっちゃい子たちともお話できるし、すごい幸せそうだなと思いました。唐揚げ美味しく、唐揚げ買ってきてるところ
常連です。子供たち4人いるので、最初はそうやってご飯が食べれると思って参加したんですけれども、参加してみて結構いろんな人と触れ合うことができる。で、それがあることによって子供たちがやっぱ楽しそうにご飯食べてくれるっていうのがすごく嬉しくなってしまいまして、もう何度も何度も参加をさせてもらうようになりましたね。いや、もう本当地域とつながれる場所ですかね。撮影中。ところで福岡県去年の11月現在なんですけれども、はい、子ども食堂って何軒ぐらいあるか知ってますか？私100とかかなって250とかですかね。正解は342箇所なんです、そんなあるんですか？結構多い。そうなんですよ。これは福岡県の中学校とほぼ同じ数なんですよ。すごい、そんなたくさんあるんですね。そうなんです、意外と多いですよね。すごい。全部がですね、子どもたち生活に大変な子どもたち中心っていうわけではなくて、地域の方々、年代もバラバラの方々が美味しいご飯を中心に集まる交流の場としてやっていきたいなと思ってます。ここの食材は皆さんからの支援で集まってるって聞いたんですけど、あのフードバンクとか地域の方々からの寄贈もあります。その他に昨年こちらの福岡県からのクラウドファンディングで集まった、あの皆さんからの支援で購入させてもらって、ご飯を作ったりしています。本当に助かってます。すごい、なんかカレーも今日も美味しかったですし、今日のカレーにも使わせてもらったんですけれども、こちらも福岡県から美味しいお米と、あと博多地鶏の方を今日たっぷり使っております。めっちゃ美味しかったです。よかったです。お米もすごい美味しかったです。そうですよね、はい。これからも子どもたちの可愛い笑顔を見るためにずっと長く続けていきたいと思ってます。頑張ってください、頑張ってください。私たちも応援してます。はい、頑張ります。福岡撮影中。この場所を提供してくださっている西松建設さんの多田さんです。お願いします。お願いします。どうしてこの場所を提供しようと思ったんですか？はい、最初はですね、提供というよりも、お手伝いをしに行こうと思ってチャイルドケアセンターさんに伺いました。で、チャイルドケアセンターさんと打ち合わせするうちにですね、こちら の私どもが使っている寮が、食堂がこう週末空いているということで、それをきっかけにですね、こちら使ってみたらどうだということで逆に提案をいただいて、こちらの方を利用するというふうになりました。はい、提供してよかったなとか思う点とかありますか？そうですね、今までですね、ここのすごく静かでシーンとしてたんですけれども、これをきっかけにですね、毎回こういうふうに皆さん集まってですね、にぎやかになって非常に良かったなと思っています。まず人の役に立てるのがそれが楽しいと思ってたから、これはたくさんお手伝いができるからもっとお手伝いしたいな。いろんな人と関われるのはいいことだと思うので、これからも部活とか大変だけどちょくちょく来ます。福岡撮影中。子ども食堂今日来てみてどうだった？すごい、なんか小さい子たちと交流しながら、その美味しいご飯を食べたり、支援していただいてる食事を使って調理しているっていうのが感謝の気持ちっていうのがすごいありました、どうだった？私もね、子ども食堂っていう名前は知ってたんだけど、詳しくどういう場所なのかっていうのがあんまり分かってなかったから、今日たくさんなんか知識を得られてよかったなって。福岡県では子ども食堂へのクラウドファンディングでの寄付を募集しています。子どもたちからの笑顔が見たいという皆さんの思いが温かい食事になって子どもたちに届きます。皆さん、子ども食堂を応援しましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。はい、さっき子ども食堂のクイズで、私の方が正解に近かったということで、今回藤野心葉ちゃんには罰ゲームを受けてもらいます。やば、罰ゲーム、はい、罰ゲームはなんと一発芸を3、2、1。じゃあお題風船です。いや、風船で藤野心葉さん退場。まだ出たいのに。はい、チャンネル登録もぜひお願いします。